メアカン温泉は、北海道アショロ郡アショロ町にある温泉である。オンネト温泉とも言う。アカンマ州国立公園内、メアカン岳の西北、標高700メートルの原生林の中に、民宿、オンネト温泉慶福と、国民宿舎の中温泉別館の2軒の宿、および日帰り入浴施設、の中温泉が存在する。2軒の宿も日帰り入浴を扱っている。 すべての施設が独自に自然有出の源泉を有し、源泉かけ流しである。京福は、メアカン温泉ではなく、オンネト温泉と名乗っているが、隣接地であり、泉室もほぼ同じことから同一温泉地として扱う場合が多い。メアカンだけの登山基地でもある。オンネトオンネト湯の滝へも近い。京福の混浴露天風呂古くから、アイヌの人々が利用する温泉であったと言われる。 温泉旅館ができたのは1914年である。1973年3月30日、環境庁国時代20号により、国民保養温泉地に指定された。2011年3月31日、野中温泉ユースホステルが、宿泊業を閉業し、日帰り入浴施設となった。2014年10月、温島温泉警服で入浴中の宿泊客が、 硫化水素中毒で渋滞となる事故が発生。このため、オンネ島温泉契服は自主休業中。ありがとうございます。